村上駅に今行くところです。今ラジオを聞きながら宿泊できたね。今町本当すごいですよ、すごいね。一方、ロシア外務省のザハロワ報道官が3日声明を発表し、空爆がさらに紛争を煽るために行われたのは明らかだ。アメリカは地域の大国を紛争に引き込もうとしていると主張しました。その上で、アメリカとイギリスの主権国家に対する非道な侵略行為を断固非難するとして、国連安全保障理事会の緊急会合の開催を求めるとしています。アメリカ軍による空爆で、イラク政府は複数の民間人を含む開かれた前夜祭で最初の防衛に臨む藤井聡太八冠は、能登半島地震で被災した人たちに喜んでもらえる対決となるよう頑張りたいと決意を述べました。お肉屋さん、お弁当でした。竜王戦の五番勝負はタイトルを持つ藤井聡太八冠21歳に、同い年の伊藤匠七段21歳の玉。今日午前9時から大洲市の新川文化ホールで第1局が始まりました。対局を前に大洲市内のホテルで前夜祭が開かれ、藤井八冠は今回の棋王戦が能登半島地震で被害があった富山県、石川県、新潟県を回ることに触れ、大変な状況だった、対局の準備をしていた時に今がった城下町、した方にも喜んでいただけるような対局となるよう精一杯頑張りますと意気込みを語りました。一方、挑戦者の村上の松の中はどうだんや、皆さんを元気づけられるようなタイトル戦に先発出場した小川選手は0対1の後半6分に同点に追いつくペナルティーキックを決めました。さらに14分には右からのクロスボールに頭で合わせゴールに流し込みました。勝ち越しゴールで今シーズン7得点目を挙げた小川選手は試合終盤までプレーし、チームは3対1で逆転勝ちしました。またポルトガル2部リーグではオリベイレンセの三浦知良選手がアウェーのセナフィエル戦で前から城下町の車窓でした。中見市になんとシャトレーゼで自分は何も動かないようにするっていうのが一つあります。でもう一つ書いてあることがあります。わかりやすいね、はい、あのね、鳥はね、